平野紫仕様のダンス動画が大ヒット825万回再生突破。新会社、仕様とエニー設立にも期待。アーティスト活動は10月以降に本格始動。平野紫仕様のファンを中心に驚きと期待が広がっている。 彼が8月27日に公開した初のダンス動画は瞬く間に825万回再生を突破し、ファンからの熱いコメントが相次いでい,いる。一方で、新たな興味深い情報も浮上しており、これによって平野のアーピスト活動に対する期待が一層高まっている。本校では、そのダンス動画の成功と平野の新たな動向に焦点を当てながら、 彼のアーティスト活動の行く末に迫っていく。ダンス動画の大成功8月27日、平野潮は自身のインスタグラムで初めてのダンス動画を公開した。動画では上下スウェットにキャップ姿の平野が軽快なダンスを披露しており、その様子はファンから大きな注目を集めている。 人牛児ゆうたからのコメントによれば、動画の撮影者は人牛児本人である可能性が高い。このダンス動画は投稿をわずか数日で825万回再生を突破し、4万8000件以上のコメントが寄せられた。ファンからは、ダンス動画を出してくれて嬉しい、オタクの需要を理解している、早くライブで見たい、といった好意的なコメントが相次いでおり、 平野のアーピスト活動に対する期待感が一気に高まっている。また、ダンスの振り付けは厚し氏によるものであり、厚し氏は平野に対して感謝のコメントを寄せている。厚し氏のインスタグラムには、同じ振り付けで踊るダンサーたちの動画が複数公開され、ファンからは、平野とのコラボが見たい、といったコメントも寄せられている。 これにより、平野のダンスに対する期待が広がっていることが伺える。株式会社市用の謎平野市用は7月7日に所属事務所とべへの移籍を発表し、その後も様々な動きが報じられている。しかし、最新の情報によれば、新たに株式会社市用と株式会社愛の日の新会社が設立されているとのことだ。 これらの会社の登録上の住所が、平野が通った愛知県名古屋市のダンススクール、ファンクキットの住所と一致していることから、ファンはこれが平野と人流児の個人事務所である可能性を推測している。また、平野の弟であるリクさんが代表を務めるアパレル会社、株式会社 RM ブラムも同じ住所に登記されている。 これらの新会社の関連性や目的についてはまだ不明確な点が多いが、以前から報じられていた平野の個人事務所の存在に新たな光が当たっている。6月には一部週刊誌が平野の個人事務所に神宮寺も所属すると報じており、これが事実であれば、新設された株式会社愛が神宮寺の個人事務所である可能性が浮上してくる。 なお、株式会社仕様には平野の母親も取締役として名を連ねており、今後の活動において母親の意向が影響を与える可能性も考えられる。アーティスト活動の先行きとべ所属となってから1ヶ月半ば以上が経過しても、平野仕様と神宮寺ゆたの音楽活動はまだ本格的に始動していない。 一方で、元金プリのキシユタが9月末でジャニーズ事務所を退所し、戸部に合流するとの報道も存在する。これにより、新たなプロジェクトやコラボレーションが期待されている。以前は韓国の大手プロダクション、ハイブからのオファーも報じられていたが、平野は戸部を選択し、音楽活動のスタートは10月以降になる可能性が高いとされている。 この選択には戸部が平野と神宮寺、騎士の3人をまとめて受け入れる体制を整えていたことが影響していると考えられている。多くのファンが待ち望んでいたダンス動画の成功が、平野が戸部でのアーティスト活動を成功させる手がかりとなるかもしれない。これからの数ヶ月で、平野と神宮寺、そして戸部がどのような活動を展開していくのか。 ファンたちの注目がますます高まっている。結論平野仕様の新しいダンス動画は、その驚異的な再生回数とファンからの熱い反応によって注目を浴びている。同時に、彼の新たな個人事務所の設立やアーティスト活動の行く末についての情報も相次いでいる。 ファンたちは彼のこれからの活動に対して大いなる期待を寄せており、10月以降の本格始動に向けての準備が進んでいることが伺える。今後の動向に注目が集まりつつある中、平野市要がファンを魅了し続ける未来が期待される。